こんにちは、高橋着物工房の高橋です。今日はですね、私が満を持してという感じですが、高橋スタイルというね、着方の教室を今全国的に、まあ、全国的にっていうのはちょっとね恥ずかしいぐらいの件数ですけど、まあ、細々とですけれども、少しずつ、実はその着方教室っていうのを、始めております。でこれについてね、なぜ今その着方をなんか教室にしてるのかとか、それから高橋スタイルってどんな特徴があるのっていうことをちょっと皆様にねお伝えしたいなと思ってこの動画撮りいたしました。はい、これ今使ってる、私使ってるね、テキストなんですが、こんなのもね、2023年5月だから去年の5月に、作りましてね、そこから、教室が動き出してるんですけれども、まずね、ずっと私がこの業界に入って、すぐ思ったことはねばならないだらけで大変ってまずね思いまして、ねばならないっていうことだらけで、なんか着物って楽しくないなって実は思ったんですよね。で、こうじゃなきゃいけないってことまずはねこう入れたんですけど、物臭だしね、私いつも言うようにズボラおかみってよく言ってて、本当に面倒くさいことは嫌いで、最小の労力で最大の効果が大好きなんですよ。だから手間をかけることを惜しみたいだけど結果的には手間をかけたと同じ同等の結果は欲しいわけです。でそのための努力を惜しまないという変なね、性格でして、それで、商品を作ったのもそうなんですけれども、私がメーカーとして立っていく道すがら、着方着付けに関してもね、もっとね、紐の本数が減ってたらいいなとか、この痛さなんとかならないかとかっていうことをずっと思っていて、メーカーとして立つ前に、自分が、着方の教室をね、私なりの、つまり何とか流の免状一切持ってないんですけれども、あの方法、この方法、その方法を本やら、当時はねビデオでした。ビデオを買ったりね、だんだん DVD になったりねしましたけどね、そういうところから情報を得て、ネットの世界なかったですから、多くは本とそれからビデオから情報を得て、私なりにこれだと私みたいな面倒くさがり屋でも着れるなとか、習う回数が少なくて済むなっていう方法で着方を教え始めていたんですね。でそれがかなりその生徒さんに、教わることっていうのもいろんな体に触ることになるので、それで結構商品の考えるもとに、なったことなんかもありますけれども、いろんな方と触れ合うことでその着方をブラッシュアップしていったってこともありますし、そこから生まれた商品というのはたくさんあるんですね。なので、今までね私ごときがってずっと思ってきたんですよ。ですけどね、この、着物様からね、着物友達っていうか、着物は友達っていう、なんかね楽しむためのアイテムとして取り込まれる速度っていうのもやっと今ねこうついてきた感じではありつつも、でもまだまだだなって思ったことと、それからうちの商品って全部その、今までにあったそもそも論というか、そのこうあるべきだよねとか、こうするべきだよねっていうことをかなり、曲げてというか、でも私はそれよりこっちがいいとか、それから確かにこれでいいと思うけど、ここもうちょっとこうしてくれたらいいねって、私はそう思うっていう、かなり私のわがままで作った、商品たちなんですね。ただ今までになかった論理だということで、多分その選択肢を増やすことには絶対なったなっていうふうに思うんですね。で、その選択肢を増やしてきたのではあるけれども、今まで持ってた固定観念
こういうことだよねって思っていた皆さんがなかなか、いくらフィッティング会でつけてみてよかったって買ってもなかなかそれを実際家に持って帰ってその論理をすぐ体に表せるかっていうとなかなか表せなかったりして、それで買ったけど使ってないってお客様も結構いらっしゃったりして、すごくそれに胸を痛めていました。で、高橋スタイルというこの着方、着物の付け方、着想の仕方をその土台の補正とともにお伝えできたらもしかして手っ取り早いんじゃないかと思って、この高橋スタイルというのを始めました。で、今、インストラクターという、つまり先生って言わないでほしいなって思ってインストラクターって言い方にしてます。なんか先生ってなっちゃうと分かんないこと分かんないって言えなくなっちゃう空気がなんとなく先生って言葉にあって、どこまで行っても私も先生って言われることがね、ごめんなさい嫌いなんですって、私嫌いっていう言い方をしちゃうとなんか先生を排除しているように思われるといけないから、言うのは先生って言われちゃうと、あ、それ私分かんないってね、言いにくくなるのかなっていう私のなんとなくイメージがあって、こそばよいこともあって私のこと先生って呼ばないでねって言ってるんですけど、インストラクターっていう言い方をしてるのも、まあ、そういうことで、今全国に10カ所以上の、教室が生まれています。で、後で概要欄に貼っておきますんで見てください。最短の労力で最大の効果っていうことで、着て楽しむためにはいろんな自分がやらないことはやらなくていいよねっていうことと、それかね、なんといっても私は1回でも多く1枚でも多く着てほしいっていうのはずっと提唱していることなんですけれども、そのためには時短で着るってことは最高に必要なことだし、それから、着心地がいい、なんといってもね、苦しいのを我慢して着てたんではね、これは遠のくよねと、あとそれからね、長い時間着ること怖いですよね。着物着て旅行できますか？一泊二日とかの旅行できますか？実はね、荷物少なくても済むのは着物なんですよね。お洋服だとつい着替えたくなるじゃないですか。まあ、着たきりすずめで平気な人はそれはそれでいいんですけど、着物って二日同じもの着てても誰も何も言わないし、なんていうのかな、身につけていくから全部。あとね、一番中に着るものは夜ね、洗えばいいし、まあまあそのぐらい持ってもねいいからですけど、荷物意外と少なくて済むんですよね。で、着たまんま、それから草履っていうのが、もし足に合う草履がないと、なんか草履が痛くて嫌っていうこともあるかもしれないけど、今すごくいい草履がたくさん出てます。そうするとね、靴より実は草履の方が疲れないんですよ。ですのでね、着物で旅行なんてことも苦しいとかってこと我慢しなければできるでしょう。それが私の目指すやっぱり何より心地いいっていうこと、それから時短でやれるっていうことだったり、1ミリでも綺麗を目指す必要があるでしょうか。そこそこにちゃんと綺麗だったら、まあ、そこそこに綺麗じゃないですか私ね、1ミリでも綺麗はね目指してないんです、決して。それよりは着崩れても直せるとかね、着崩れたら直せないっていうのがね、私嫌いなんですね。なぜって、動くんですよ。だって私働くんですよ。手も上げればね、走るもするんです。で、これはしたないじゃない着物でって言われちゃうとね、そうなんですっていうことしか言えないんですけれども、ただね、日常に着物を寄せてくるっていうのはそういうことだと思うんですよね。なので、極力、直せないっていうことではなくて、おすまししてるわけではなくて、動くんです、アクティブに動くんですっていうことに応えられる着付けっていうのを目指しているので、そういうことをギュッと凝縮したのが高橋スタイル教室ということになります。これをご愛顧いただくことによって、皆さんの着物ライフに幅が広がるということになるといいなと思いながら、教室の、運営を始めました。今からもインストラクター、大々的に募集してて、教室インストラクターを取る、講座がね、1年に1回で5人までですから、年間5人しか今のところね増えていかないというね、なんとも緩い進み方ですけれども、使い方わかんないとか、使い方をちゃんと教わりたいという単発講座も皆さん、うちのインストラクター受けてくれてるので、よかったらうちのホームページでどこにあるのかなっていうのを確認してみてください。一番初めに始まったのは新宿高島屋さん
その京都高島屋さんっていうところから、今、この教室が一番最初は新宿高島屋さんから始まりました。それを受けて京都高島屋さんでもやってくださり、あとそれから呉服屋の専門店のおかみさんたちが今手を挙げてやってくれたり、着付け講師さんが、自分の着付け論と別に二刀流になるっていうイメージで高橋スタイルのインストラクターを取ってくださってる方もいます。じゃんじゃんこれから募集していきたいなと思うので、なりたい方もぜひ手を挙げてくれたらいいし、その私の思い、日常に特化して、日常っていうことに特化した着付けってどんなことかなっていうのを、知りたいなっていう方はぜひ教室の方に足を運んでくれたらいいと思いますし、どんどん着物が楽しくなってくれたらいいなと思う、その気持ち一心でやってますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、実はなんとこの高橋スタイルの着方が、本になりますっていうので、川出書房新社さんから、高橋スタイルの本が、こんなことを目指して私は日常着付けを考えてますっていうことと、その着方の、を、本で教える、それが動画で教える、つまり私の、常にお伝えしている動画にもすでに、ね、なってたり、あとこの本のためにちょっと撮り直したりなんかしたものが YouTube で、流れております。これらに紐付けた、だからここなんか本だけちょっと分かんないというのは動画にすぐ飛べるっていうようなね、分かりやすい本になっておりますので、どうぞ、書店の方で、全国書店の方で発売されますので、よろしくお願いいたします。ということで今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。